にちは。こんにちは。はい。で、大学で、まあ、プロを目指して、はい、近鉄、巨人、はい、横浜、はい、3球団、はい、すごいよな。あの受験してた高校で遊びながら野球をやってた高校生活から地獄を見た亜細亜大学、はい、それから3球団競合になるなんて思ってた、ドラフト1位っていうのは、まあでも直前になってる、そうなるとそういう報道もしてくれたのでそうなのかなと思いますけど、大学に入った頃はそんなことは思ってます。でもさ、小学校の時に将来の夢はプロ野球選手だって書かないタイプだったでしょ。そうですね、本屋さんって書いたのが思いますね。書いたの一応プロ野球選手も書いた時があるんですけど、まあ、本屋さんになりたいってことは。すごいね、はい、本屋さんがドラフト1位で3球団競合だもんな。静かな本屋さんの空気が好きで。ああそう、はい、いやそれで当日、はい、まあ、3球団競合になって9時になるわけじゃない、はい、まずその3球団からどこを引いてくれと思った。巨人と、まあ、当時太陽だったんですけど、うん、横浜太陽、この2球団への思いがありました。どっちが強かった、横浜太陽と巨人で。試合に出れないと意味ないじゃないですか。そうそうそう、太陽の方が、まあ、出やすいよねって思ってました、はい、それもう全く違うところが引いた。そうです、ね、下唇噛み締めたよね。自分の運命がこの9時で決まるってこともちょっとこう、もともと納得はいってなかったです。まあまあそりゃそうだ、はい、もう自分で引くぐらいがいいなと思って。ああそりゃそうだな、はい、まあ関東育ちじゃない、はい、で関西ってまたなんかちょっと異質なところに行く感じがありました。あったでしょ、はい、いや俺も大学ここに出てきて、はい、東京に出てきて、はい、関西ってなんかちょっと怖いイメージがあったから、うん、こう関東の方がいいなと思ってたの。やっぱ同じ思い。そうですね、もう本当に全くわからないところに行くんだっていうことになりましたから、不安の方が大きかったです。まあ現役時代、はい、まあ、近鉄、はい、ジャイアンツ、横浜、この3球団が、はい、どこが一番やりやすかった。やりやすさでいうとやっぱり横浜でしたね。これはなんで。まあ、やはり伸び伸びしてる部分もありますし、うん、規則とかもそんなにないです、うん、その前のジャイアンツにいたんですけど、うん、ジャイアンツはやっぱりこうチーム規則ってすごい厳しくて。厳しい、はい、僕は近鉄から行ったんで余計厳しく感じたんです。いや近鉄はまあすごいかったね、はい、俺の同級生亜細亜大学の先輩、はい、大石大二郎がいろいろ話聞いてたけど、はい、最初に入ったチームが近鉄でしたから、もうそんなに門限とか練習中に着る服装とかもチームからもらう T シャツとかいろいろあるじゃないですか、うん、そういうのにも全く規則はなかったですから。で監督自身もどちらかというと放任タイプで、うん、もうグラウンドで結果出せばいいよっていう、そういうチームでしたから、まあ、そうだよね、はい、びっくりしたもんな、日生とか富士寺行った時にあの球場の汚さ、はいはい、汚さって言ったら失礼かも分かんないけど、老朽化してるね、あそこでよくやってたね。でももうあそこはプロ野球の球場だと思ってました。 あとはね、大阪球場、西宮球場っていうのもちょっと似たような雰囲気だったんですよ。まあまあそうだね、はい、でも近鉄の思い出っていうのは一番深く思い出に残ってるのは何。川崎球場のダブルヘッダーと、その翌年の優勝っていう、この1年間ぐらいは濃い時間でしたね。あの 10.19 だっけ、はい、あの時って一勝すればよかったんだっけ、はい、両方勝たなきゃいけなかった。あ、勝たなきゃいけなかったのか、はいはい、で1試合目勝ったんだね。勝って、はい、で2試合目分けちゃったんだね、はい、誰か牽制して、はい、僕セカンドに、はい、で大石大二郎がこう押したみたいな感じで足離れてるのにセーフって言われてアウトになったんですよ。アウトになったの。アウトの判断。あ、そして向こうが抗議になった。押したっていうことで、押したから出たんじゃないかっていう。あの時は3時間半だったんだよな。多分そうですね。で次の回に入らない。入れないっていう。なんかダブルヘッダーの規定ってあったんですよね。うん、あの時。そう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 。アーノの涙をその時初めて見たわ。うんと、もう自分とせいですあれは。いやそんなことはない。高澤に打たれるのは誰だ。はい。あ、打たれたの、はい、この通信を。そうです、じゃスクリュー系のボールを、はいはい、高さんもいいバッターだったからな、あんなとこで打たなくてもいいのになヒットでよかったんですけどね。でもうまく打たれました。うまく打たれたよね、はい、もう疲れ切ってたろ。ダブルヘッダーが始まる前の試合に完投かなんかして勝ってんだろ、はい、でベンチに入って、
2試合投げて2試合もうリリーフで待機してたわけでしょ、はい、1試合目のリリーフも1点勝ち越して僕行くことになったんですけど、ノーアウト1塁ツーボールからリリーフしてるんですよ、うん、そういうところももうちょっとえっっていう気持ち刺されるよ、はい、でももうそういうこと言ってられないしな、まあ、大木さんだったね、はい、大木さんのやりそうなことだね巨人ではどういう思いだ。巨人も全然僕はもう貢献できてないんですよ、うん、3年間いたんですけど、うん、唯一ちょっとこうリーグ優勝した時に日本シリーズで、うん、イチローとかと何度か対決して抑えることができたんですけど、ジャイアンツでは在籍させてもらったっていうような3年で、うん、でもそこから、まあ、あの現役辞めた時にコーチの話いただいた時は嬉しかったです、うん、まあそりゃそうだね、はい、まあ、横浜では思い出は横浜はやっぱり日本一です。いいよな、はい、ポッと来た人間が日本一になるんだよ俺頑張って頑張って日本一になれなれるも何も優勝できなくてさ、ポッと行った人間が優勝して、はい、いや優勝ですって言うの羨ましくてしょうがないよ俺50試合投げました、あの時は。そうだよな、はい、よく頑張ってたよな、はい、あの時大阪でリーグ優勝を決めて、うん、朝までみんなで飲み明かすんですけど、甲子園で決めたそこに現れたじゃないですか。そうだよ、はい、みんながいるところ。そう、はい、もういやもう飲め飲めって言われて、持ちネタ の, あのウイスキーをそうそうそう、カサブランカダービーなってこう、まあ、キチラス、そうそう、あの豊さんといえばそれという、そう当時僕ら聞いてたんで、そうそう生で見れたと。でも佐々木一弘と野村弘樹に腕持たれとかってなんか捉えられた宇宙人みたいにしてもう記憶喪失だよ。で朝まで飲みましたね。そう飲んだな。嬉しかったけどやっぱ味合いたかったな。でもああのがいいバッターと結構対戦してるよね。イチローとか、はい、まあ14年間現役やるわけじゃない、はい、いろんなバッターと対戦したと思うけどトップ3は誰。僕はまあ一番やっぱり熱を入れてやっぱり打たれたくないためにいろんなことを考えてやったのはやっぱり西武ライオンズが当時本当に強かったので、あの時の秋山、清原、デストラーデです。この3人この3人この3人はまあね、今いろんな資料とかすごい時代ですけど当時はもうビデオしかなかったので、ビデオ係の人にビデオをもらってそれを家でずっと見てました。まあ、デストラーデは別として、はい、秋山と清原の違いっていうのはどういうふうに分析してた。清原はやはり広角に打てるバッターでしたので、そうそうそう、アウトコース一辺倒とかそういう抑え方はできないので常にやっぱり前のボールとの兼ね合いとかも考えて投げて、で秋山さんはやっぱりポイントが前のバッターなので、そこにいかにストレートのようにボールを入れるかっていう、ストレートのようにボールを入れる、はい、僕の場合はスライダーだったんですけど、秋山さんは最後インローのスライダーで三振を取るためにいろいろこう配球を考えて投げてました。でこの2人は研究の成果かそこまで打ち込まれてないんですけど、むしろ辻さんとか石毛さんに痛い思いさせられてました。あの人たちは必ず追い込まれると足元狙ってくるんですよ。でやっぱ取れないですね、打球が速いと。でも逆に言えばそこまであなたたちは意識してませんよって言いたいでしょ。いやいや、あなたたちはやめ別にってあのニュースになるのはここなんだなっていうのがありました。この2人抑え、 あの頃はあのほとんどセリーグが中継の主で、うん、まあまあそうだね、はい、僕らはもうホームラン打たれるシーンぐらいしかニュースで出れないんで、とにかく1日3三振取るとかそういうことに意欲を持ってやってましたけど。そうか、まあ、野本も一緒のチームメイトになったよね、はいはい、え何年に入団だっけ。1987年です。じゃあ俺が日本ハムに行った時対戦してるね。94年、その時はもう一軍で投げてないです。投げてなかったっけ、はい、93、94っていうのはそんなに、あだからあんまり記憶がないのか。故障もあったりとかいろんな試合に出れなかったんですよ、うん、ああそうかそうか、はい、何の故障してたの。肘やりました。まあこのグネ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 投げてたからね。僕でも入団して3年間で700イニング投げたんですよ。そうだよな、はい、だって1年目から240イニングぐらい投げた。投げてますね。今からしたら考えられないだろう、ね、みたいな。200はもう今今年も誰も投げてないですけど130試合制であれぐらい投げるってなかなかないですよね。で200超えてんだもんな三振が、
すごいよ今考えたらね。いやでもそういうことをやるとやっぱ壊れるっていうのは分かる。分かります、はい、ほんとちゃんとケアしないとこうなるんだなっていうことを。当時オフはオフイベントがたくさんあって、特にパ・リーグの選手は、で近鉄は駅長とかデパートのバーゲンの鏡開きとかサイン会トークショーとかそういうのは結構頻繁に入るんですよ。あの特急にシュパーッとかやるのは気持ちいいんですけど、それを朝からずっとやってるのもきついですよ、ね。まあ、疲れるよな、はい、朝から晩までやってる。あの大体昼ぐらいまで。そうだろう、はい、そこからサインいっぱい書いてまあそうだよな、はい。まあ、西崎との、ね、新人王レース、まあ、これも面白かったけど、はい、例えばパ・リーグで投げてる時に一番こいつと投げ合ってるのが楽しかったっていうのは誰だろう。相手は僕が入った時はでもすごいレジェンドって言われるな、うん、後に言われる人たちが各チームにいたんですよ、うん、その人とは楽しかったです。例えば、一番って言ったら誰？村田。西崎じゃない。西崎はまあちょっと感情がちょっと違うんですよね。なんかこいつに負けるかみたいな、あのその真逆な部分ですね。友達感覚みたいなのがあったんで。あ、昔から知り合いだったの？はい、あの一緒にそれこそアメリカ行ったりとかしてたんで。ニヤニヤそうかもしれない。なるほどね。あ、じゃあ村田兆治さん、あとは東尾さんも、ああそう、あと山田久志さん。山田さんは両親の出身は秋田なので、ね、ちょっとなんか秋田つながりで僕に声かけてくれたりとかしてくれてたんで、ああ、まあ、そのいや山田さんと投げる時っていうのはなんかこう気持ちがちょっと違いました。なんか親近感があって、そうですね、やっぱりこの伝説の人と投げれるんだ今からみたいな、ワクワク感ですかね。やっぱり相手のピッチャーを見ながらやっぱ組み立てとかもするでしょ。はい、します。ちょっと飛ばしていこうかなとか、はい、西武と投げるときはだいたい角田源、渡辺久信、工藤公康さん、この3人の誰かなんですよ。だからそこに勝っていかなきゃいけないんだもんな、はい。で近鉄のやっぱり先輩方、打線の先輩方は2点取れたらお前負けだからなって、もう取れないよって言ってんのと一緒だよな。やっぱり2点取られないためにどうするかっていうことがなんか結構考えながら。はい、でも投げながら楽しかったでしょ。そうですね、まあ、西武は当時はもうしんどかったですけど、これ楽しみっては楽しみです、ね。でも池間打線をバックに投げてるわけじゃない、はい、打線っていうのは頼りになった。なってました。守備は別として、守備もなってましたよ。守備下手くそだったじゃんあの村上ショート、あー、あの牧さんがその後なりました。ああ、そしたらよかったな村ごめんねそんなことないんだけど、ね、外野行ってよくなったじゃん、はい、ね、バッティングも、はいはい、村上のショートはなかったなとか思ってたんだけど村上もね、外野行ってすごいバッティングも生きたし、はい、バッティングが魅力的な選手だったもんな。大石さんも僕が股間抜けたあたりとか取ってくれたりとかしました。まあ、あいつはね、守備範囲広がったし、はい、ちょこまかしてたからね。まあ、打線はそれこそ今豊さん言ったように射手前打線なんていう、なんかこうさっぱりな時はさっぱりなんですけど、まあ、そうだな。ただ可能性は常に秘めてるんで。そうだよね、はい、ブライアントもいたしな、はい、ですから 1,2 点差で負けててもやっぱり投げ続けることによって勝てるかもって気持ちありました。なるほど、はい、近鉄はまとまってたの。あれまとまってはないと思います。そうだよな、はい、もうなんか一匹狼だらけで、はい、いつ喧嘩が勃発するかっていうようなチームだよね、はい、そうか、はい。